今日はこちらです。元 TBS 記者性的暴行女性の訴えが国会で議論、はい、これはねその、まあ、基本的に元 TBS 記者っていう部分とそれからその総理と近くて、その総理に関する本も出されているというところでかなり話題になっているんですけども、はい、基本的には性的暴行の疑いがある事件 でそれに対して告発ということでね、今日は取り上げたいと思います。はい、まずはこちらニュースを VTR でご覧ください。厳罰化する刑法改正案の国会での審議が今日から始まりました。で、民進党は安倍総理大臣に近いとされる元 TBS 記者でフリージャーナリストの山口紀之氏から暴行を受けたとして、女性が検察審査会に審査を申し立てた問題についても追及する考えを明らかにしました。元 TBS 記者でフリージャーナリストの山口紀之氏は準強姦の疑いで書類送検され不起訴となりましたが、性的被害を受けたと主張するしおりさんが不起訴処分を不当と訴え、検察審査会に審査を申し立てました。しおりさんは先日の会見で、意識がない間に性的被害を受けたと訴え、レイプがどれだけ人生に大きな影響を与えるか伝えなければならないと思ったと申し立ての理由を述べました。申し立てを受け山口氏は、私は法に触れることを一切していません、警察検察の1年以上にわたる調査の結果不起訴となりましたとコメントしています。元警察関係者からも疑問の声が上がっています。不起訴となっているこの事件は、警視庁の刑事部長が判断を下す特別な捜査本部体制が最初から敷かれていたのでしょうか。警視庁において必要な捜査が尽くされ、また検察庁で不起訴処分となっていることなども踏まえ、検証を行うことは考えておりません。幼い子供の民進党は、山口氏から暴行を受けたとして女性が検察審査会に審査を申し立てた問題についても公正な捜査を尽くしてほしいとして今後追及していく構えです。はい、そしてこの女性は会見で、元 TBS 記者が不起訴処分になったことに納得できず、私の知り得ない上のパワーがあったと思っていますと話しています。また今国会において共謀罪の審議が優先され先送りになっている強姦罪の改正案がきちんと取り上げられるべきと主張していました。はい、まあ、実際にですね、その会見の中でおっしゃってることをよく聞くと、実際にその性的暴行としてその、まあ、準強姦罪ですかね、はい、として立件することができるだろうと思ってたのにできなかったと、で私、まあ、しおりさんですね、はい、私個人の認識としてはこれはもうありえないそのケース でとても自分の同意があったとは見なせない、いろんな証拠があると、はい、なのに立件できないということに対する社会的な正義を求めてるわけですよね。だから本件に関してその山口氏に対して、まあ、どうこうっていうのもあるんでしょうけれども、やっぱりよりその広範な問題として問題提起をされているんだけれども、ただちょっと今の流れた国会の様子とか見ていても、本当にその女性に対する暴行そのものに関心があるんだろうかっていうのは、やっぱりねツイッター見ててもそうですけど思いますよ。で確かにその山口氏という非常に影響力のあるジャーナリストおよびそのメディアに属している人がどういうふうに裁かれるもしくは立件されるかっていうのはみんなの関心事なので、それはそれでやったらいいと思うんですけど、ただねこれその山口氏個人の問題っていうするにはちょっと大きすぎる問題なので、まあちょっと今日の論点はこんな感じで組んでみました。出してみましょうか、はい、まずは女性の顔出し会見はどういう意味を持つのか、はい、検察審議会への申し立ては妥当か、元 TBS 記者が安倍総理に近いことは影響したのか、性的被害の立件化は難しいのか、まあ、こういったねその最後4点目ですねに関してはそのどれくらい難しいのかってことをみんなも知りたいと思うんですよ、はい、でその自分がもしその被害に遭ってしまったとしたら、その被害に遭ってから納得できないではなくて、やっぱり法律とかいろんなその問題があるのならば変えていくべきだし、ということになりますよね。ということでですね、専門家の方お二方に今日はお話を伺っていきます、まずお電話がつながっていますのが兵庫教育大学大学院学校教育研究科助教でおられる永田夏樹さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。体調大丈夫ですか？ありがとうございます。すいませんね、いろいろね、30半ばを超えると女性もいろいろ出てきまして、ね、いろいろ出てきますよね。はい、とあの今日はしおりさんという女性の事件をきっかけに、うん、ちょっと性的暴行その話題になっているので、この事件および性的暴行の立件そのものについてお伺いしたいんですね。でまずしおりさんの会見ご覧になっての、まあ、印象というか感想というか、そこら辺からそのお伺いしたいなと思ってるんですけれども。はい、いやちょっとこんな言い方するとあの誤解があると嫌なんですけど、はい、あえて言うとですね、ちょっと感動しましたね私は、うんうんうん、やっぱりものすごくきちんとお話をしていて、うん、で、まあ、顔を出してっていうことはもう勇気がもちろんあると思うんですけれども、うん、理路整然とね、自分の状況を的確に説明しようとしていたって、もちろんね、ジャーナリストであるっていうね、うん、仕事も関係あるとは思うんですけど、いやもうとうとうここまで来たかっていう感じで、今までのね、性的被害の、例えば被害の訴えっていうと、なんかこう、涙流れに同情を引くような被害者像みたいなのが、一人歩きしてたと思うんですけれども、うんうん、そういうことに対しても、ちょっと違う点を出そうとしているっていう、すごく立派なね、会見だったなと思ったんですけれどもね、私は、はいはい、その、うん、実際に、まあ、私は永田さんと同じ思いを持っているんですけれども、うんうん、なんでここまで来たっていうことなのかっていうのは、そのすぐにはそういう思いを最初から持ってた人じゃないと分かんないと思うんですよね。でそれでちょっと思ったのは、まずその彼女は本当にしおりさん、まばたきの回数も少なく、きちんと質問している人の目を見て説明するとか、まあ、本来ジャーナリストとしてそれが得意なのかもしれないけれども、まあ、非常に誠意があったりとか、しっかりした意思を持っている印象を受けるんですけども、その結局世間がそれを見た時にまずどういう印象を持ったのかっていうのはちょっと観測されて、まあ、ツイッター他でですね、どんな感想を世間に与えたんだと思われます？いやー、私会見見てて、うん、おばさんながらに心配したのが、うん、いやーちょっともしかして派手だっていう印象をね、うん、持たれたりとかして、うん、そのことを叩かれたりするんじゃないのかしらって、ちょっと老婆心ながらに勝手に心配して、うん、それが理由ならいいなと思ったんですけど、全然違いましたね。やっぱりなんか派手だとか、なんかボタンがなんか2つ3つ開いてるであるだとかっていうような、そうでしたね、話を随分私自身も見まして、うん、もうセカンドレイプと言ってもいいんじゃないかしらということで、うん、もうちょっと気分悪くてしばらくツイッター見たくないなっていうぐらいですね、かなりちょっと私はちょっと怒ってましたけれどもね、うんうん、結局その、まあ、レイプにおけるその被害者というものが本来は自分の状況を語らなければいけないというその、まあ、証拠とかですね、いろんな意味で語らなければいけないんだけども、それを語ることがトラウマになったりする中で、ただそのみんなが配慮をしてですね、まあ、出なくていいよとか、まあ、もしくは警察に届けなくていいよとか、そういうところまで含めて抑圧してきたっていうのが現状としてあると思うんですけれども、おっしゃる通りですね、うん、彼女はそれは抑圧されることを良しとしなくて、うん、でその普段通りのだからアドバイスを受けたっておっしゃってませんね、つまりリクルートスーツで臨めと、ねうんうん、でも私は普段通りの服装が、つまりリクルートスーツっていうのは印象操作であるし、そんな世間に迎合する必要はないと、うんうん、っていうことで普段の通りのファッションで私らしくということだと思うんですけども、なんかそれを論評するっていうのは、その要はショックがあったから、世間にとってあれだけ堂々としたしおりさんを見たショックがあったから、わざとなんか自分を守るためになんかいろんなところに攻撃の矢を飛ばしてしおりさんを攻撃してみたり、まあ、逆に言うとしおりさんをそのかばってる方なんだけれども、これを政治的な問題だけにすり替えてしまったりする人が出てきたっていうのは、ショックが大きかったせいなんじゃないかと思ってるんですが。やっぱりあそこまで、しかも若くてですね、綺麗な女性がですね、うん、別に綺麗じゃなくてもいいんですけれども、うん、先生堂々と自分の意見を、うん、しかも従来だったら、うん、そんなことはこう
あまり言わない方がいいよ自分のためにもみたいに、うん、今三浦さんおっしゃってくださったような一通でね、うん、表立って話すことを奨励されてなかったようなことを、うん、まあ、言ったっていうことで、うん、まあ、私みたいな、まあ、フェミニズムよりといいますかね、うん、まあ、女性解放ということに関して意識があった人間はおーっと当たり前に受け止めることができたんですけれども、うん、まあ、そうじゃない人はまあ、うん、なんて言うんでしょうね、びっくりしたっていうのが話をすり替えてですね、うん、自分の中に落ちどころを探そうとしているっていうのは確かにあるのかもしれないですね、うん、私としてはこれがね政治の話になっていくっていうのがもう本当に情けなくてですね、うん、なんかね、安倍卸の一環だとかですね、民主党がどうしたみたいな投資したんだとかですね、もうこんな話ではないのでね、うん、まあ、もちろんそういう要素はまあないではないかもしれないですけれども、もっと大きな話を先ほどおっしゃったみたいにしているわけで、そのレイプの被害の、深刻さであるとか、あと被害を訴えること自体の難しさとかですね、そういうところをきちんと汲み取っていかないといけないわけで、それからすると元 TBS 記者が白なのか黒なのかとかですね、そういうことはまあもちろん大事ではあるんですけれども、まあうん、まあ大きな問題ですけれども、それ以上にもっといろんな論点が含まれていることのはずなんですけども、なんかそんな風にならないのでね。つまり管理っていうのをおっしゃるように財産だから持ち物だからってことだと思うんですけども、うんうんうん、私実は昨日ですね、イラン映画のアカデミー賞の外国映画賞を取ったファルハディ監督のセールスマンという映画のトークショー行ってきたんですね、主演女優のタラネさんにインタビューするチャンスがあって、でその、まあ、タラネさんとトークショー15分ぐらいする中で聞いたんですよ。イラン社会におけるこの、その、まあ、これ実はレイプものの映画なので、レイプされた妻に対して夫がどういうふうにその反応していくか、そして犯人を追い詰めようとする中で夫婦の溝が開いてくるみたいな感じの映画なんですけど、ただこれって結局その妻が例えば自分の持ち物だと思ってる夫が妻がどうしたいではなくて、途中からやっぱり自分の復讐心にとらわれていくんですよね。でその話をやっぱイラン社会の文脈で私したんですよ。したら彼女が、でもこれってグローバルにある問題よって言われた時には私反論できなくて、いや日本そういう国だからねどうですか、その日本社会におけるその問題っていうのも、まあまあ、イランなんかもっとね厳しい社会だけれども、結局グローバルに共感したってみんな言ってくれたもんって、そのタラネさんって女優さんおっしゃるので、じゃあそうなのかなと思い始めたんですが、どうですか。いや私はそれはグローバルな問題だと思いますよ、うん、やはりその男性がですね、その女性の性っていうものを、うん、まあ、管理する、まあ、それっていうのは、まあ、恋愛的なモードで言ったら、まあ、人とかね、そういうことに置き換えていくのかなと思うんですけれども、うん、やはりそれが権力構造の中に組み込まれていくことによって、その相手の主体性を奪うっていうことですよね。こういうことしたら、まあ、嫌われるかもしれないとか、うん、あるいはその本人自身の気持ちに寄り添うのではなくて、自分の、まあ、メンツが潰されたであるだとか、うん、そういうところがこう行動のモチベーションになっていくっていうようなことはあると思います、うん、ただ、まあ、イランはもちろんちょっとそれが制度的なバックアップもあったりして、深刻なことになっていくのに比べて、うん、例えばもう少し、まあ、アメリカが今そうなのかちょっと分かんないですけれども、うん、まあ、女性の主体性みたいなものがもう少し重視されているような社会であると、うん、必ずしもそうとは限らないっていうことがあるのかなとは思いますけどね、うんうんうん、日本社会を考えたときに今回のしおりさんの事件がその映画の私のなんかこうか映画に関するその宣伝活動にご協力する時期とかぶってたので、うん、なんかすごい考えさせられたんですよ。だからしおりさんの外見をとやかく言うっていうのは私は全く思わなかったけど、男性陣は意外にその私が信頼する人でもやっぱり服装は重要だよって言われてしまってみたいな、ですよね。いやでも実は私も結構その話いろんなところで聞いてですね、うん、内心って思いながらうんみたいな曖昧なコメントしてたんですけれども、うん、いやもうね力強く言いたいですよね、関係ないですよねそれとこれとは別だっていうことが、うん、どうもですねきちんと認識されてないんだなというようなものですね、うん、思いますよね、うんうん、まあ、日本の、はい、うん、いや
や、あの、まあ、実際今いいツイッターの意見が出てきて、刑事さんって方から、うん、とにかくね、はい、合意のないセックスはいけないってことですよ、当たり前だけどって、すごい当たり前のいい意見が出てるんですけど、うん、でそのなんかあともう一つ、オーサンピナッツさんから奇跡性って初めて聞いた言葉だなっていうのも来ていまして、だから多分この問題って、先ほどの話も仕返しますけど、要は責任があるってことと、そのまあ欲望を抱くような理由があるっていうことをちゃんとみんな分けて考えられないってこと。私安全保障の世界でいつも 現実と願望を分けましょうねってよく言ってるんですけど、それあらゆる分野にこうなんか通底する問題だなと思っちゃったんですけどね。いや本当にそうなんですよね、うん、いやなんですけど、日本の場合には例えばその避妊っていうことを一つ考えてもですね、うんうん、あの女性が主体的に選択するっていうようなチャンスがすごく少ないんですよ、うん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 、で私あの性行動についての調査やってて、国際学会とかで発表したりもするんですけれども、はい、いや日本の場合は女性がピル使ってるっていうのがもう本当にすごく少なくてですね、うんうん、基本的にコンドーム使うわけなんですよね。そんなの 85% ぐらいでしょ、性行為率でも国際的には女性がその性に対して主体的に振る舞えているような、いわゆる先進諸国ではコンドームはやっぱりその性感染症の予防のためのものであって、避妊の道具ではないよねっていうのはもうコンセンサスになって、もう当たり前のところなのに、なぜ日本はそんなにピルの使用が少ないんだって、もう必ず聞かれるんですよね。でもそれはどういう仮説なんですか、永田さん的には。ピルの使用、いや私の中ではちょっとあのやや飛び道具的に言うと、やっぱり男性社会なのでね、その認可とか薬の認可とか、あるいはどういうふうにその薬あの薬あの管理をするのかっていうのって男性社会ですから、あんまりこう女性にこう主体的な選択を与えたくないっていう、こうなんとなく皆さんの暗黙の了解みたいなのがふわっとあるのかしらなんて思ったりしますけれどもね。うん、なんか認可の時にはすごいそれを感じましたけど、ただ今の今ですよ、うんうん、なんですごい話飛んでますけど、ピルをなんか使ってほしくない理由がよくわからない。いやわからないですよね、なんですけれども、うん、やっぱり教えたくないというか、うん、主体的に振る舞ってほしくないっていうことが、うん、なんとなくこれだ、多分男女ともにですね、うん、あの抑圧するんだと思いますよ、選択を。でも、あの男の、うんうんうん、でもしおりさんみたいな人出てきたら、うん、変わっちゃうじゃないですか。私ねちょっとそれ思ったんですよ、おー出てきたなと思って、うんうん、変わると思いますよ、うん、いや本当にあの、うん、それは変わるなというふうに思いますし、うん、今より若い世代の人たちはそういうあの性に関するですね、自己選択っていうことをあの当たり前にですね、うん、あのやっていけるような人たちが、うん、まあ増えるかなっていう期待はありますけれどね、うんうんうん、そうか。じゃあちょっと未来は一応希望を持つけど、うん、でもしばらくはぁって言わなきゃいけないチャンスが増えるので、多分私とか三浦さんみたいな人たちが、うん、あの極力はぁって言い続けるっていうのは多分一つあるんだろうなとは思いますよね、はい、じゃあ頑張りますか頑張りますか体にも気をつけてみたいな、ありがとうございましたまとめちゃいましたけれどもすいません、永田夏樹さんでした。ありがとうございます。はい、ではですね、続いてお話を伺っていくのが政策コンサルタントの室伏健一さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。まずですね、しおりさんの会見ってご覧になりましたか？残念ながら僕全部見られなくて、全部断片的なあの報道のものしか見てないんですね、うん、あ、なるほど。で、はい、女性がこう顔を出してああいうその被害者がですね、その会見をするって日本では珍しいことだったと思うんですけども、それをご覧になって室伏さん個人としてはどんな印象を持たれましたか？まず第一は非常に勇気がある報道だなというふうなことで、うん、あのまあ、かなり関心もしましたし、うん、あとは、まあ、あのああやって顔出しでしかもあの名前出してしまうことで、うん、何かこうあの変な被害に遭うんじゃないかってちょっと心配になりましたね。あ、なるほど。でそれがその巻き起こしたハレーションの部分なんですけれども、つまりその今回告発された相手というのは山口氏という、まあ、ご存知の皆さんご存知の有名なジャーナリストで、元 TBS のお偉いさんということですよね。で、はい、この人はその結局総理と近いということをかなりその売りにしてらっしゃって、はい、でいろんな情報を取ってきてはやはりその報道番組で喋るというスタイルを繰り返してたものですから、はい、すぐにこの問題政治化してしまったんですけども、その政治化する経緯っていうのはご覧になってどういうふうに見て、まあ、おられますか？
結局この話というのは、まあ、彼女がその告発をしたっていう意図のところと、うん、それからその事件そのものっていう分けて考えなきゃいけないんですけども、はい、それがどうもその報道レベルでもまたそのネットの反応レベルでもごちゃごちゃになっちゃってるっていうところがまず一つ問題なんだと思うんですね、はい、で結局しおりさんが実名でなおかつ自分の顔を出して会見をされたっていうところの意図は自分の、まあ、その受けた被害っていうものを、まあ、社会的に、まあ、告発をしたいっていうところがあったと思うんですよね。うんうんうん、であとは、まあ、やっぱり、まあ、そもそもその実名で顔を出してそういった性犯罪の被害の方がですね活動されてるっていうのは、まあ、他にももう事例があって、うん、で今回 の, その刑法の改正案っていうのはもともとずっと前からそういう方々が運動されて、うんまあ、やっとこう実現をするに至ったっていうことですから、うんまあ、ここの話とはまあ切り分けて考えなきゃいけないんですけども、うん、やっぱり他にも多くの被害者の方々がおられる中で、うんまあ、そういった方に対してもまあ勇気を与えるっていうふうなことがあったんだろうと思うんですよ、うん、で一方で山口さんの事件と山口さんの事件で、うん、それはまあその官邸から圧力があったそこに警察官僚が関わっているというふうな話がありますけれども、まあ、それはそれとして分けて考えなきゃいけないんですけどで、うん、おそらくですねで今回その話を国会の代表質問で取り上げた井出庸生衆議院議員、はいはい、彼自身はちゃんと分けて考えてたと思うんですけど、ええまあ、結局それを切り分け今私言った中でもなかなか切り分けは分かりにくいと思うんですけど、うん、やっぱこの分かりにくさでごちゃごちゃになっちゃったってところもあるのかなというふうに思いますね、うんうん、ちょっとよく分からないところがあってなんで政権からの口利きがあったという前提で、はい、そのまあ、ニュースが進行してるのかっていうのは私にはよく分からなくてその、今回立件しないと決めた警察の方っていうのは週刊誌が実際に突撃取材をしてるわけですから、はい、ご本人としてもそのいろいろ喋っておられるわけですよね、はい、でそれに関してその基準が曖昧なんじゃないかとか著名人だから手加減したんじゃないかとかあるいはその保守政権にとってその、まあ、なんか都合のいい人物だから手加減したんじゃないかというふうなですね憶測をするのは構わないんですけど、はい、それがその政権というふうになるには何の証拠もないわけでちょっとこれ国会マターにされてしまうと本来性犯罪の問題であるものがなんかすごく変なことになってしまうんですけどもこれは本当にその交友関係がある人が性犯罪を犯した時に連座制で処分されるべき問題なんですか？まあ、連座制というかですねこれは結局、うんまあ、あくまで、ね、今 の, そのこうであろうという話で基づいての話ですけども、うん、その警察の幹部ですからその当時ですと、うんまあ、そうか警視庁 の, 刑事部長ですね、うん、がその圧力をかけたようだというふうな話があってじゃあなぜその人でやったんですかっていうと、うんまあ、官邸と近い、まあ、元々官房長官の秘書官なんかもやってる人間で、うんどうやらその、まあ、小林明さんが、まあ、報道ステーションに出た時に、まあ、電話をかけた圧力をかけたのも彼だという話があるような状況ですから、うんまあ、そういったその本来適正であるべき捜査ですとか、うん、そういったものが曲げられたというふうな可能性があるということで、うんそこにそのまあ官邸だとかそういったものが関わったということであればこれは不適切であるからそこははっきりしましょうという話であれば、うん、僕はそれ自体はいいと思うんですよ、うんうん、それを問題にして、ね、追及をするってこと自体は、うん、ただそれをその、まあ、今回 の, その、被害者としてのしおりさん、うんこの方の会見と結びつけるということ自体の問題っていうのはあるというのはおっしゃる通りだと思うんですね。ね、ただ昔はですよ、ここまで週刊誌をもとにこんな質問が出てなかったと思うんですけども、やっぱりきちんと自分で調査をしたりとか、そのある程度その他のメディアが自分で調査をして、まあ様々なメディアの調査結果を通じて明らかになったものを国会で追及するっていうのが筋だったと思うんですけれども、はい、その例えば週刊誌に関しては例えば著名人の浮気報道であるとか、はい、もしくはその著名人が例えば学歴詐称であるとかっていうことを割と根拠なく書いたりもするわけですよね、ええ、だから私は別に週刊誌を一概にそのなんて二流ジャーナリズムだという気は全くなくて大事な役割を果たしてと思いますけどその記事をねあたかも証拠であるのにそのまま持ってきて出口のない問いを繰り返されてもそれはねなんか捜査の権限がないわけだからなんかできるんですかっていう気がしていてどん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 そのドツボにはまるだけではないかと国会が
単純にね、記事だけを、はい、元にして質問をするっていうのは、まあ、過去に全くなかったわけではないんですけども、うん、でも増えてますね。ただ、要はその記事を元にして調べて、うん、いろいろ情報を集めた上で、うん、質問はしてると思うんですね、うん、そんなにこう経験にやっちゃいますと、昔いい加減なこうメール問題でこう辞職しちゃった議員がいたぐらいの話がありますから、はい、その辺は偽メール問題ですね、ライブの、そういったところは今の国会議員も基本的には慎重になっていると思いますし、まあ、別に個人的に知ってるから擁護するとかっていう話じゃないんですけども、うん、比例さんはその辺かなりこう緻密にやられる方ですから、うん、経験にその代表質問で取り扱うってことは、うん、まあ、ないとは思いますけどね、まあ、そういった議員がゼロかというと、うん、それはゼロとは言えませんけどね。だからそのメディアの悪い部分でもあるんだけど、メディアのいい部分でもある、いろんなものを、例えばその、まあ、下世話なね、その例えば印象を作り出したり下世話なことを言ったりするっていうのを国会でやられてしまうと、はいはい、そのだいぶあなたたち機能違いますよねっていう気がしてくるんですよね。で、その中でやっぱりその、まあ、総理の首を取るっていうのが基本的な、もしくは総理に一番近いその、ね、補佐をしている取り巻きの人たちの首を取るというのが目的になっている気がするんですけども、本来この事件っていうのはどのぐらい特殊なもので、その女性の性犯罪、女性の受ける性犯罪に関して起訴できるかできないかみたいなものはどのぐらい歪められた可能性があると見ておられますか。まあ、基本、まあ、単純な話、単純に考えてですね、はい、要は高輪署 その捜査員が逮捕する寸前のところまで行ったにもかかわらず、うん、圧力がかかって逮捕できませんでしたということを考えると、うん、まあ、そもそもそこを聞いただけでおかしいって話になるわけじゃないですか、うん、でそこで逮捕できずに、じゃあなんで逮捕できなかったのって話を考えたときに、うん、まあ、そこから先その週刊誌情報になっちゃいますけど、圧力があったうむんということであれば、うん、なぜそうだったんですかということをですね、うん、それ自体を、まあ、追及していくということは別におかしな話じゃないですし、うん、逆に言うとその逮捕寸前まで行ったのに逮捕できなくなりましたっていうのは、うん、かなり特殊な話だと思うんですよ。これはでもその例えばウォーターゲート事件の時もそうですけども、要はすごい追跡取材しないとメディアも昔は書かなかったわけですよ。つまりその憶測ですよね、何の証拠もない、はい、もう完全に推論だけの記事っていうのは昔はメディアもやらなくて、やっぱり大きいもの、大物を打ち取るためには相当な追跡取材をして、かなり例えば覆面でもいいから証言をしてくれる人を例えば2人捕まえるとかっていうことをするはずなんですね。でメディアがそれを怠ってるのはメディアの問題なんですが、はい、これ大丈夫ですか、国会でやって。本当に要するにそうなるとね、うん、記事自体が推論だったって話になっちゃうんですが、まあ、別に僕もその記者から僕直接聞いてるわけじゃないんで分かんないんですけど、うん、決して僕じゃあ彼らがねやった人が推論だったかというふうな話からすると、僕、うん、推論でそこまで言えるのかっていうことが、うん、言いますね、あるわけですよ。だからちょっとごめんなさい、僕もね、うん、三浦さんも、うん、それこそ推論で話になっちゃうんで、うん、水かけ論になっちゃうと思うんですけど、うん、僕マスコミにメディア関係もいろいろしている中で考えると、うんうん、僕そこまで推論憶測で書いてるというふうには僕は思わないんですよね。そこまで、うん、でも証拠があったら出すんですよ。やっぱり証拠があったら出すというか、これは断定で、これは名前は出せないけどもソースがあってこうですっていうふうな話を書けるんですけど、今のところまあ、止めた方と上からの圧力というのは捜査員の話ですからね。その現場でしおりさんに、まあ、相対してた人が、まあ、その自分が努力を尽くせなかった、まあ、言い訳ないしお詫びとしてしおりさんに言った言葉ですから、やっぱりそれは全くその証拠を出してないので、現状あれば出すと思うんですが、まあ、でも確かにおっしゃるように水かけ論になると困るので、うん、今回その性的被害に対して、はい、その、まあ、立憲はちょっと専門的な話になるので、その世間の反応というか、はい、しおりさんがじゃあ顔を出して会見をしました、それに対してものすごい激しい左右からの応酬があったんですけども、政治化しているがゆえのですね、はいはい、でこの、その応酬自体はそのどういう意見が例えば共感できるなと思われたとか、どういう意見はちょっとひどいなと思われたとかっていうのは、ご感想どうですか。
まあ、そうして申し上げると結局あの、うん、断片的にしては皆さん見ないで話をしてるじゃないですか、はい、で冒頭に僕申し上げた通り、うん、この話というのはその警察 の, あの要はその活動自体が適正だったかどうかっていう話と、うん、それから個別のしおりさん の, その被害というような話ですね、うん、これ分けてそれぞれの話をしなきゃいけないんですけども、それがごちゃになっちゃってるっていうふうなあのことですから、うんうん、まあ、でそういうしか多分見えないでしょうね。ちゃんと整理して言うってなかなかこう専門家だとか、うん、あの放送だとかそれから役に出ないってなかなか難しいと思いますし、うんうん、やっぱり放送の方でも、まあ、そういったあの女性の、ね、被害を専門に扱ってらっしゃる方ってやっぱりそういうあの、まあ、多くの涙を見てきてらっしゃる方からすると、うん、まあ、多少の人も放送、まあ、あの弁護士さんであっても、まあ、感情的にならざるを得ないところがあると思いますので、うんうんうん、その辺は、ね、まさにメディアの役割としてちゃんとこう切り分けて説明をしていく、うん、まあ、政治がどう動くかそのお周りがね、あの、うん、ネットの中心にいろんなどんな意見が出ようがそういったところをちゃんと切り分けて説明していくっていう風な、まあ、努力をする必要が、すみません、最後はちょっとメディアの話になっちゃいますけども、あるんじゃないかなと思いますね。今回のしおりさんの件に関しても、まあ、はじめはこう同情的だったのに、いろんなこうあの、まあ、要はさっきの人の話じゃないですけど、関係ない情報が、うん、どん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 メディアに流れ、まあ、室伏さんは服装は関係ないって思います？女性が全然関係ないと思いますね。なんでそんな服装の話をするのかっていうのが、なんか僕さっきの、ね、方の話じゃないですか、なんか、ね、妬みとかね、そういったものも含んでんじゃないのかなと思うんですよ、うん、じゃあ室伏さんは女性がヘベレケに酔ったとして、ええ、もう本当前後不覚ですと、で、まあ、そのじゃあ薬入れてないとしましょう、山口さんは。で、はい、そして、まあ、どうします？あ、私がダメなんですか？いや、困っちゃいますよ。この人どうやってか、どう、うん、家が分からないですけど、家分からなかったらどうしようもないので、うん、困っちゃいますよね、本当に。そんな言われて、逆にあのそこまで言わせないようにちょっと答えるとか、水飲ませるとかしますけどね。でもじゃあ室伏さんの価値観として、その人がすごいその性的に魅力的だったりちょっと思いを寄せてたとしても、ヘペレケの状態ではセックスはしないですか？まあ、その状態じゃだってあれですからね、うん、相手がいいともなんともないですからね、やりようがないですよね。むしろそのヘペレケに言われたら心配になっちゃいますからね、うん、だから結局その山口氏の事件というのは、その立件できるかどうかは別として、内情は明らかじゃないですか、はい、でこれはその立件とはまた別に、これってでもね、そのいわゆるレイプですよね。まあ、はっきり言えばそうですよね、はい、うん、でそのいわゆるレイプであるっていうことに関して社会的制裁を与えるのが、まあ、メディアの役割ってところなんですけど、ええ、うん、でそれはどうなんですか、日本はこういう方向でよろしいですか？こういう方向でっていう風な話だと、まあ、いろんなこうあの論点出てると思うんですけど、うんうんうん、まあ、社会的制裁を、ね、加えるにしても、やっぱりそこも、もうちょっとね、この事件に関する情報をちゃんと整理して出さないと、やっぱりこう、まあ、確かにレイプ事件であるし、まあ、山口さんが、まあ、レイプをされたという話になってるんですけども、やっぱりそうで感情に流されて山口バッシングだけしてもしょうがないですし、それでじゃあ、しおりさんが救われるかっていうそういう話でもないですし、他のね、性犯罪被害者の方が救われるって話でもないと思うんですよ、うん、やっぱり本当にこういう事件があって、でしかも著名な方がその事件の、まあ、その加害者だということであるからこそ、よりその、うん、ちゃんと情報を整理した上で、まあ、バッシングというよりも、うん、社会的な制裁とか刑事的な制裁を加えていくってことを考えなきゃいけないと思うんですよ、うんうん、でそれだけやっぱりこの話っていうのは冷静になっていかないと、うん、結果的にたとえ山口さんに制裁を加えることができたとしても、うん、その分そのしおりさんを傷つけるとかですね、うん、あらぬこう、なんか批判に彼女をさらすようなことがあってはいけないと思いますから、うん、その辺はより慎重になるべきだと思いますね。うん、まあ、だから結局のところ今いろいろね、その視聴者の方からも意見が届いてるんですけども、なんかまあその一般的に考えれば、私が申し上げたようなその一般常識として、そういうその同意が得られないような状況下で自分で勝手にしたりはしないんだってことは皆さんわかるんですけど、ただなんかそのなんとなくきな臭いよねとか、そのまあ圧力があったのかどうなのかってみんなちょっと気になってるみたいなんですね。はい、でそのきな臭さっていうのは、じゃあ証拠が出てこない中でですよ、はい、どういうふうにじゃあこのきな臭さ方面は処理していきますか？
日向笠方面に関してはこれはもうその、まあ、具体的な例として今回の、うん、もうレイプ事件があるわけですけども、うん、警察のその中のその作用として活動としてどうであったのかっていうふうな、うん、まあですからある意味あれですね、まあ森友とか、うん、あと掛川と同じですよね、うん、中で役人がどういうふうに動いてどういうふうな、うん、ルートで、うん、そのまあ例えば捜査が止まったのかとかですね、うん、そこの手続き面、ね、活動面を明らかにしていくっていうふうなことで、うん、まあ、本当に圧力だったのか、うん、それとも、まあ、忖度だったのかとかですね、はい、やっていくしかないと思うんですよ。その意味で言うと行政の活動、中んずく警察というその、まあ、暴力措置を持っている、うん、行政機関の活動を適正化をする、うん、適正性を確保する、うん、そういう観点からの、まあ、ある種の、まあ、なんて言いますかね、観察っていいますか、はいはい、チェックですね、はい、どういうふうな面でやっていくしかないと思うんですよね。そうですね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。難しい問題について詳細にお話をいただきました、うん、はい、室伏さんありがとうございました。ありがとうございました。では論点を見ながらですね、ちょっとこの話を振り返りましょうか。はい、女性の顔出し会見はどういう意味を持つのか、これはかなりの方が衝撃だったようで、うん、特にそのなんていうんですかね、今回話題になっている山口氏が非常に著名な方であるということと、で栞里さんが非常にハキハキしていて、うん、全く物おじをせずにご自分の意見を明快に言えたという若い女性が、うん、でしかもこう世間的には綺麗な女性かどうか大事らしいので、一応綺麗な女性ともつけておきましょう、うん、でそれが世間にとっては相当衝撃だったと思うんですよ、うん、で私はこの話、あ、もう出たかな、うん、どっちか分かんないんですけど週刊誌に書いててですね、コラムに、はい、で要はどういうことかっていうと、世間はそういう女性を見たことがあんまりない、うん、故に衝撃であった、うん、かわいそがるだけのそのけなげさみたいなもの、同情要因があるわけでもない、リクルストスーツ着てないから、うんうん、でかつ彼女の大胆さには対応しえないので、自分がもともと知っている敵、もともと憎しみを抱いている敵に対する攻撃に走った。それは山口氏を憎んでる人からすれば、この政権御用ジャーナリストめがという話になって、栞里さんとは全く別に山口氏攻撃になって、栞里さんその道具になってしまう、うん、で同時にその山口氏ではなくてですね、栞里さんを、まあ、今応援している人たちで、要はその政治的な左派の勢力を憎んでる人たちっていうのは、これはちょっとでっち上げなんじゃないかとか、ハニートラップなんじゃないかとか言い出すと、でそれ何にも証拠ないし何の根拠もないんですけど、要は栞里さんというその一人の強い女性にその直面できなかった日本社会が弱さをさらけ出したというのは、私は今回のケースだったというふうに思ってますね。はい、はい、2つ目の検察審査会への申し立ては妥当か、はい、これは通常の手続きということで、被害者がやはりその納得できないのであれば、その手続き的な問題として申し立てをする権利はありますよね、はい、で元 TBS 記者が安倍総理に近いことは影響したのか、これは、政治家、この問題の政治家にはすごく影響しましたね。ただその影響したのかってこと の対象語が分かんないんですけど、うん、おそらくですね、その、まあ、起訴されなかった、不起訴になった理由について言ってるんだと思うんですね、この論点では。でその理由なんか分かんないですよ、分かるわけがないから。でただその証拠は出揃ってないし、一つも出てきてないというところで、うん、そのような証拠のない状況の中で週刊誌の記事を振りかざして、うん、国会でどんな質問しても相手は否定するだけですから、まあ、基本的には審議に重要な時間使うべきところをそこに使っているわけで、ちゃんと調査してから来てよっていう感じはしますよ、うん、はい、でこれはその栞里さんの事件を軽視するわけでは全くないっていうことが理解できる人が、まあ、皆さんねツイッターここ数日ご覧になっていて、どれだけいたかってやはり思い出していただきたいですね。でその2つを分けることができる人間っていうのが、うん、やはり本当にフェアである人間なはずで、うん、で今回のものは証拠が出てからなんですよ、仮に口利きとか忖度があったのであればね、うん、はい、そうすると、まあ、性的被害の立件が難しいのかという、はい、これが一番重要な点ですね、うん、性的被害に関しては立件が非常にハードルが高いということが明らかになりました、はい、つまりその借子定規に運用してしまうと、その証明ができないということになるんですね。つまり誰かが見ていてそれを撮影していたというふうなケース、うん、でちなみにその後女性死んじゃいましたとかいうことになると、ああ確かに医師に反してたのかなっていう話になるんですけど、うん、そんなバカらしい話はないわけで、まあ証拠がないって言いますけど、
ただそのじゃあ我々はね犯罪を未然に防いだりもしくはその犯罪が行われた段階でそれが殺人にまで至らない段階でやはり摘発すべきじゃないですか、うん、でそうした時にじゃあ例えば私たちは虐待されてる児童を救え、ここらも完全に 100% みんな同意するわけですね。じゃあなぜこのようなその事件の中で、うん、明らかにこれは外形的にはレイプでしかないんですね。でそれはもうレイプとして立件できるかってこととレイプであるってことは違う話なんです。これを分けて考えなきゃいけない。女性の同意がない性交渉はレイプです、うん、丸なんですね、はい、その丸っていうところを踏まえた上で立件できましたか、いやちょっと逃れられてしまいましたっていうのが今回のケースなので、そこね皆さんちょっとねよく分からない、分かってらっしゃらないんでしょうね。でなんかそこで全然関係のない、どういった何の関係もないしおりさんの魅力的な顔立ちとかってことを話しに行ってます、そっちにフォーカスがいってしまったそれは何の関係もないんだよっていうのは、やはりちょっと幼稚園とか保育園の時からちゃんと教えるべきなんでしょうね。お友達をぶちたくなってもぶっちゃいけませんよっていうことをね、うん、やっぱりそこで教わることなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、今日もねたくさんのご意見いただきました、はい、あ、有罪前提じゃないですよ、立件できるかどうかっていう問題とそれがレイプであるってことが別だってことです、うん、分けて考えないといけない、うん、はい、はい、映画賞を取ったあの、うん、ファルハディ監督のセールスマンという映画の特集を行ってきたんですね、うん、主演女優のタラネさんにインタビューするチャンスがあって、うん、でその、まあ、タラネさんと特集15分ぐらいする中で聞いたんですよ。イラン社会におけるこの、その、まあ、これ実はレイプものの映画なので、レイプされた妻に対して夫がどういうふうにその反応していくか、そして犯人を追い詰めようとする中で夫婦の溝が開いてくるみたいな感じの映画なんですけど、ただこれって結局その妻が例えば自分の持ち物だと思ってる夫が妻がどうしたいではなくて、途中からやっぱり自分の復讐心にとらわれていくんですよね。でその話をやっぱイラン社会の文脈で私したんですよ。したら彼女が、でもこれってグローバルにある問題よって言われた時には私反応できなくて、いや日本そういう国だからねどうですか、その日本社会におけるその問題っていうのも、まあまあ、イランなんかもっとね厳しい社会だけれども、だから結局グローバルに共感したってみんな言ってくれたもんって、そのタラネさんって女優さんおっしゃるので、じゃあそうなのかなとも思い始めたんですが、どうですか。いや私はそれはグローバルな問題だと思いますよ、うん、やはりその男性がですね、その女性の性っていうものを、うん、まあ、管理する、まあ、それっていうのは、まあ、恋愛的なモードで言ったら、まあ、人とかねそういうことに置き換えていくのかなと思うんですけれども、うん、やはりそれが権力構造の中に組み込まれていくことによって、その相手の主体性を奪うっていうことですよね。こういうことしたら、うん、まあ、嫌われるかもしれないとか、うん、あるいはその本人自身の気持ちに寄り添うのではなくて、うん、自分の、まあ、メンツが潰されたであるだとか、うん、そういうところがこう行動のモチベーションになっていくっていうようなことはあると思います、うん、ただ、まあ、イランはもちろんちょっとそれが制度的なバックアップもあったりして、深刻なことになっていくのに比べて、うん、例えばもう少し、まあ、うん、アメリカが今そうなのかちょっと分かんないですけれども、うん、まあ、女性の主体性みたいなものがもう少し重視されているような社会であると、うん、必ずしもそうとは限らないっていうことがあるのかなとは思いますけどね、うんうんうん、日本社会を考えた時に今回のしおりさんの事件がその映画の私のなんかこうか映画に関するその宇宣伝活動にご協力する時期と被ってたので、うん、なんかすごい考えさせられたんですよ。だからしおりさんの外見をとやかく言うっていうのは私は全く思わなかったけど、男性陣は意外にその私が信頼する人でもやっぱり服装は重要だよって言われてしまって、みたいな、ですよね。いやでも実は私も結構その話いろんなところで聞いてですね、うん、内心って思いながらうんみたいな曖昧なコメントしてたんですけれども、うん、そういう観点からの、まあ、ある種の、まあ、なんていうんですかね、
観察って言いますか、はいはい、あのチェックですね、はい、どんな面でやっていくしかないと思うんですよね。そうですね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。難しい問題について詳細にお話をいただきました、うん、はい、室伏さんありがとうございました。ありがとうございました。では論点を見ながらですね、ちょっとこの話を振り返りましょうか。はい、女性の顔出し解禁はどういう意味を持つのか、これはかなりの方が衝撃だったようで、うん、特にそのなんていうんですかね、今回話題になっている山口氏が非常に著名な方であるっていうことと、で栞里さんが非常にハキハキしていて、うん、全く物おじをせずにご自分の意見を明快に言えたという若い女性が、うん、でしかもこう世間的には綺麗な女性かどうか大事らしいので、一応綺麗な女性ともつけておきましょう、うん、でそれが世間にとっては相当衝撃だったと思うんですよ、うん、で私はこの話、あ、もう出たかな、うん、どっちか分かんないんですけど、週刊誌に書いててですね、コラムに、はい、で要はどういうことかっていうと、世間はそういう女性を見たことがあんまりない、うん、故に衝撃であった、うん、かわいそがるだけのそのけなげさみたいなもの、同情要因があるわけでもない、リクルストスーツ着てないから、うんうん、でかつ彼女の大胆さには対応しえないので、自分がもともと知っている敵、もともと憎しみを抱いている敵に対する攻撃に走った。それは山口氏を憎んでる人からすれば、この政権御用ジャーナリストめがという話になって、栞里さんとは全く別に山口氏攻撃になって、栞里さんその道具になってしまう、うんうん、で同時にそのあの山口氏ではなくてですね、栞里さんを、まあ、今応援している人たちで、要はその政治的な左派の勢力を憎んでる人たちっていうのは、これはちょっとでっち上げなんじゃないかとか、ハニートラップなんじゃないかとか言い出すと、うん、でそれ何にも証拠ないし何の根拠もないんですけど、要は栞里さんというその一人の強い女性にその直面できなかった日本社会が弱さをさらけ出したというのは、私は今回のケースだったというふうに思ってますね。うん、はい、はい、2つ目の検察審査会への申し立ては妥当か、はい、これは通常の手続きということで、被害者がやはりその納得できないのであれば、その手続き的な問題として申し立てをする権利はありますよね、はい、で元 TBS 記者が安倍総理に近いことは影響したのか、うん、これは、政治家、この問題の政治家にはすごく影響しましたね。ただその影響したのかってことの対象語が分かんないんですけど、うん、おそらくですね、その、まあ、起訴されなかった、不起訴になった理由について言ってるんだと思うんですね、この論点では。でその理由なんか分かんないですよ、分かるわけがないから。でただその証拠は出揃ってないし、一つも出てきてないというところで、うん、そのような証拠のない状況の中で週刊誌の記事を振りかざして、うん、国会でどんな質問しても相手は否定いいてですね、うん、でも内心って思いながらうんみたいな、あの曖昧なあのコメントしてたんですけれども、うん、いやもうね、力強く言いたいですよね、関係ないですよね、あのそれとこれとは別だっていうことが、うん、どうもですね、あのきちんと、認識されてないんだなというようなものですね、うん、思いますよね、うんうん、まあ、日本の、うん、いや、あの、まあ、実際今いいツイッターの意見が出てきて、刑事さんって方から、うん、とにかくね、はい、合意のないセックスはいけないってことですよ、当たり前だけどって、すごい当たり前のいい意見が出てるんですけど、うん、でそのなんかあともう一つ、オーサンピナッツさんから奇跡性って初めて聞いた言葉だなっていうのも来ていまして、だから多分この問題って、先ほどの話も仕返しますけど、要は責任があるってことと、そのまあ欲望を抱くような理由があるっていうことをちゃんとみんな分けて考えられないってこと、私安全保障の世界でいつも現実と願望を分けましょうねってよく言ってるんですけど、それあらゆる分野にこうなんか通底する問題だなと思っちゃったんですけどね。いや本当にそうなんですよね、うん、いやなんですけど、日本の場合には例えばその否認っていうことを一つ考えてもですね、うんうん、あの女性が主体的に選択するっていうようなチャンスがすごく少ないんですよ、うん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 、で私あの性行動についての調査やってて、国際学会とかで発表したりもするんですけれども、はい、いや日本の場合は女性がピル使ってるっていうのがもう本当にすごく少なくてですね、うんうん、基本的にコンドーム使うわけなんですよね。そんなの 85% ぐらいでしょ、性行為
でも、国際的には女性がその性に対して主体的に振る舞えているような、うん、いわゆる先進諸国では、うん、コンドームはやっぱりその性感染症の予防のためのものであって、避妊の道具ではないよねっていうのは、ね、もうコンセンサスになっても当たり前のところなのに、なぜ日本はそんなにピルの使用が少ないんだって、もう必ず聞かれるんですよね。でもそれはどういう仮説なんですか、永田さん的には。ピルの使用、いや、私その中ではちょっとやや飛び道具的に言うと、やっぱり男性社会なのでね、その認可とか薬の認可とか、あるいはどういうふうにその薬薬管理をするのかっていうのって、うん、男性社会ですから、あんまりこう女性にこう主体的な選択を与えたくないっていう、こうなんとなく皆さんの暗黙の了解みたいなのがふわっとあるのかしらなんて思ったりしますけれどもね。うん、なんか認可の時にはすごいそれを感じましたけど、ただ今の今ですよ、うんうん、なんですごい話飛んでますけど、ピルをなんか使ってほしくない理由がよくわからない。いや、わからないですよね。なんですけれども、うん、やっぱり教えたくないというか、うん、主体的に振る舞ってほしくないっていうことが、なんとなく、これ多分男女ともにですね、抑圧するんだと思いますよ、選択を。特に男も本当にすごく少なくてですね、基本的にコンドーム使うわけなんですよね。そんなの 85% ぐらいでしょ、世界一。でも、国際的には女性がその性に対して主体的に振る舞えているような、うん、いわゆる先進諸国では、うん、コンドームはやっぱりその性感染症の予防のためのものであって、避妊の道具ではないよねっていうのは、ね、もうコンセンサスになっても当たり前のところなのに、なぜ日本はそんなにピルの使用が少ないんだって、もう必ず聞かれるんですよね。でもそれはどういう仮説なんですか、永田さん的には。ピルの使用、いや、私の中ではちょっとやや飛び道具的に言うと、やっぱり男性社会なのでね、その認可とか薬の認可とか、あるいはどういうふうにその薬薬管理をするのかっていうのって、うん、男性社会ですから、あんまりこう女性にこう主体的な選択を与えたくないっていう、こうなんとなく皆さんの暗黙の了解みたいなのがふわっとあるのかしらなんて思ったりしますけれどもね。うん、なんか認可の時にはすごいそれを感じましたけど、ただ今の今ですよ、うんうん、なんですごい話飛んでますけど、ピルをなんか使ってほしくない理由がよくわからない。いや、わからないですよね。なんですけれども、うん、やっぱり教えたくないというか、うん、主体的に振る舞ってほしくないっていうことが、うん、なんとなく、これ多分男女ともにですね、うん、抑圧するんだと思いますよ、選択を。特に男の、うんうんうん。でも、しおりさんみたいな人出てきたら、うん、変わっちゃうじゃないですか。私ね、ちょっとそれ思ったんですよ。おー、出てきたなと思って、うんうん、変わると思いますよ、うん、いや本当にそれは変わるなというふうに思いますし、うんうん、今より若い世代の人たちはそういう性に関するですね、自己選択っていうことを当たり前にですね、うん、やっていけるような人たちが、うん、まあ増えるかなっていう期待はありますけれどね、うんうんうん、そうか。じゃあちょっと未来は一応希望を持つけど、うん、でもしばらくはーって言わなきゃいけないチャンスが増える。いや、それ多分私とか三浦さんみたいな人たちが、うん、極力はーって言い続けるっていうのは、うん、多分一つあるんだろうなとは思いますよね、うんうん、じゃあ頑張りますか。頑張りますか。体にも気をつけてみたいな。ありがとうございました。まとめちゃいましたけれどもすいません、永田夏樹さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、続いてお話を伺っていくのが政策コンサルタントの室伏健一さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。まずですね、しおりさんの会見ってご覧になりましたか？残念ながら僕全部見られなくて、ね、全部断片的な報道のものしか見てないんですね、うん、あ、なるほど。で、はい、女性がこう顔を出して、ああいうその被害者がですね、その会見をするって日本では珍しいことだったと思うんですけども、それをご覧になって室伏さん個人としてはどんな印象ですか？まあ、だから結局のところ今いろいろね、その視聴者の方からも意見が届いてるんですけども、なんかまあその一般的に考えれば、私が申し上げたようなその一般常識として、そういうその同意が得られないような状況下で自分で勝手にしたりはしないんだってことは皆さんわかるんですけど、はい、ただなんかそのなんとなくきな臭いよねとか、はい、そのまあ圧力があったのかどうなのかってみんなちょっと気になってるみたいなんですね。はい、でそのきな臭さっていうのは、じゃあ証拠が出てこない中でですよ、
はい、どういうふうにじゃあこのきな臭さ方面は処理していきますか。きな臭さ方面に関してはこれはもうその、まあ、具体的な例として今回の、うん、もうレイプ事件があるわけですけども、うん、警察のその中のその作用として活動としてどうであったのかっていうふうな、うん、まあですからある意味あれですね、まあ、森友とか、うん、あと掛川園と同じですよね、うん、中で役人がどういうふうに動いてどういうふうな、うん、ルートで、うん、その、まあ、例えば捜査が止まったのかとかですね、うん、そこの手続き面、ね、活動面を明らかにしていくっていうふうなことで、うん、まあ、本当に圧力だったのか、うん、それとも、まあ、忖度だったのかとかですね、はい、やっていくしかないと思うんですよ。その意味で言うと行政の活動、中間と警察というその、まあ、暴力措置を持っている、うん、行政機関の活動を適正化をする、うん、適正性を確保する、うん、そういう観点からの、まあ、ある種の、まあ、なんて言いますかね、観察といいますか、はいはい、チェックですね、はい、そういうふうな面でやっていくしかないと思うんですよね。そうですね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。難しい問題について詳細にお話をいただきました、うん、はい、室伏さんありがとうございました。ありがとうございました。では論点を見ながらですね、ちょっとこの話を振り返りましょうか。はい、女性の顔出し会見はどういう意味を持つのか、これはかなりの方が衝撃だったようで、うん、特にそのなんていうんですかね、今回話題になっている山口氏が非常に著名な方であるっていうことと、で、しおりさんが非常にハキハキしていて、うん、全く物おじをせずにご自分の意見を明快に言えたという若い女性が、うん、でしかも世間的には綺麗な女性かどうか大事らしいので、一応綺麗な女性ともつけておきましょう、うん、でそれが世間にとっては相当衝撃だったと思うんですよ、うん、で私はこの話、あ、もう出たかな、うん、どっちか分かんないんですけど、週刊誌に書いててですね、コラムに、はい、で要はどういうことかっていうと、世間はそういう女性を見たことがあんまりない、うん、故に衝撃であった、うん、かわいそがるだけのそのけなげさみたいなもの、同情要因があるわけでもない、リクルストスーツ着てないから、うんうん、でかつ彼女の大胆さには対応しえないので、自分がもともと知っている敵、もともと憎しみを抱いている敵に対する攻撃に走った。それは山口氏を憎んでる人からすれば、この政権御用ジャーナリスト目がという話になって、これ、うん、持たれたりとかして、うん、そのことを叩かれたりするんじゃないのかしらって、ちょっと老婆しながらに勝手に心配して、うん、それが杞憂ならいいなと思ったんですけど、うん、全然違いましたね。やっぱりなんか派手だとか、なんかボタンがなんか2つ3つ開いてるであるだとかっていうような、うん、そうでしたね、話を随分私自身も見まして、うん、もうセカンドレイプと言ってもいいんじゃないかしらということで、うん、もうちょっと気分悪くてしばらくツイッター見たくないなっていうぐらいですね、かなりちょっと私はちょっと、うん、怒ってましたけれどもね、うんうん、結局その、まあ、レイプにおけるその被害者というものが本来は自分の状況を語らなければいけないというその、まあ、証拠とかですね、いろんな意味で語らなければいけないんだけども、それを語ることがトラウマになったりする中で、ただそのみんなが配慮をしてですね、まあ、出なくていいよとか、まあ、もしくは警察に届けなくていいよとか、そういうところまで含めて抑圧してきたっていうのが現状としてあると思うんですけれども、おっしゃる通りですね、うん、彼女はそれは抑圧されることを良しとしなくて、うん、でその普段通りのだからアドバイスを受けたっておっしゃってましたよね、つまりリクルートスーツで臨めと、ねうんうん、でも私は普段通りの服装が、つまりリクルートスーツっていうのは印象操作であるし、そんな世間に迎合する必要はないと、うんうんっていうことで普段の通りのファッションで私らしくということだと思うんですけども、なんかそれを論評するっていうのは、その要はショックがあったから、世間にとってあれだけ堂々としたしおりさんを見たショックがあったから、わざとなんか自分を守るためになんかいろんなところに攻撃の矢を飛ばして、しおりさんを攻撃してみたり、まあ、逆にとしおりさんをそのかばってる方なんだけれども、これを政治的な問題だけにすり替えてしまったりする人が出てきたっていうのは、ショックが大きかったせいなんじゃないかと思ってるんですがやっぱりあそこまで、しかも若くてですね、綺麗な女性がですね、別に綺麗じゃなくてもいいんですけれども、うん、先生堂々と自分の意見を、うん、しかも従来だったら、うん、そんなことはこうあまり言わない方がいいよ、自分のためにもみたいに、うん、今三浦さんおっしゃってくださったような理由でね、うん、表立って話すことを奨励されてなかったようなことを、うん、まあ言ったっていうことで、うん、まあ私みたいな、まあ、フェミニズムよりと言いますかね、うん、まあ、女性解放ということに関して意識があった人間は、おっと当たり前に受け止めることができたんですけれども、うん、まあ、そうじゃない人は
まあ、うん、なんて言うんでしょうね、びっくりしたっていうのが話をすり替えてですね、うん、自分の中に落ちどころを探そうとしているっていうのは、うん、確かにあるのかもしれないですね、うん、あの私としてはこれがね政治の話になっていくっていうのがもう本当に情けなくてですね、うん、あのなんかねあの安倍卸の一環だとかですね、民主党がどうしたみたいな後押ししたんだとかですね、もうこんな家の申し立ては妥当か、うん、元 TBS 記者が安倍総理に近いことは影響したのか、うん、性的被害の立件化は難しいのか、うん、まあ、こういったねその最後4点目ですねに関してはそのどれくらい難しいのかってことをみんなも知りたいと思うんですよ、はい、でその自分がもしその被害に遭ってしまったとしたら、うん、そのその被害に遭ってから納得できないではなくてやっぱり法律とかいろんなその問題があるのであれば変えていくべきだし、うん、ということになりますよね。ということでですね、専門家の方お二方に今日はお話を伺っていきます、はい、まずお電話がつながっていますのが兵庫教育大学大学院学校教育研究科助教でおられる永田夏樹さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。体調大丈夫ですか？ありがとうございます。すいませんね、いろいろね30半ばを超えると女性もいろいろ出てきまして、ね、いろいろ出てきますよね、はい、とあの今日はしおりさんという女性の事件をきっかけに、うん、ちょっと性的暴行その話題になっているので、この事件および性的暴行の立件そのものについてお伺いしたいんですね。でまずしおりさんの会見ご覧になっての、まあ、印象というか感想というかそこら辺からそのお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、いやちょっとこんな言い方するとあの誤解があるとあの嫌なんですけど、はい、あのあえて言うとですねちょっと感動しましたね私は、うんうんうん、やっぱりものすごくあのきちんとお話をしていて、うん、で、まあ、顔を出してっていうことはもう勇気がもちろんあると思うんですけれども、うん、あの理路整然とねあの自分の状況をあの的確に説明しようとしていたって、もちろんねあのジャーナリストであるっていうね、うん、あの仕事も関係あるとは思うんですけど、いやもうとうとうここまで来たかっていう感じで、今までのね、うん、性的被害の例えば被害の訴えっていうとなんかこう涙ながらに同情を引くような被害者像みたいなのが、うん、あの一人歩きしてたと思うんですけれども、うんうん、そういうことに対してもちょっと違う点を出そうとしているっていうすごく立派なね会見だったなと思ったんですけれどもね、私は、はいはい、その、うん、実際に、まあ、私は永田さんと同じ思いを持っているんですけれども、うんうん、なんでここまで来たっていうことなのかっていうのはそのすぐにはそういう思いを最初から持ってた人じゃないと分かんないと思うんですよね。でそれでちょっと思ったのはまずその彼女は本当にしおりさん瞬きの回数も少なくきちんと質問している人の目を見て説明するとか、まあ、本来ジャーナリストとしてそれが得意なのかもしれないけれども、まあ、あの非常に誠意があったりとかしっかりした意思を持っている印象を受けるんですけども、その結局世間がそれを見た時にまずどういう印象を持ったのかっていうのはちょっと感想、そんなこうあの、まあ、要はさっきの人の話じゃないですけど関係ない情報がもうどん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 メディアに流れ、うん、まあ、メディアというか、ちょっとごめんなさい、室伏さんは服装は関係ないって思います？女性が全然関係ないと思いますね僕なんでそんな服装の話をするのかっていうのが、うん、なんか僕さっきの、ね、方の話じゃないですか、なんか、ね、妬みとかね、うん、そういったものも含んでんじゃないのかなと思うんですよ、うん、じゃあ室伏さんは女性がヘベレケに酔ったとして、ええ、もう本当前後不覚ですと、ではい、まあそのじゃあ薬入れてないとしましょう山口さんは、で、はい、そしてまあどうします、あ、私がダメなんですかいや困っちゃいますよ、この人どうやってか、どう、うん、家が分からないですけど家分からなかったらどうしようもないので、うん、困っちゃいますよね本当にそんな言われて逆にあのそこまで言わせないようにちょっと答えるとか水飲ませるとかしますけどね、はい、でもじゃあ室伏さんの価値観としてその人がすごいその性的に魅力的だったりちょっと思いを寄せてたとしてもヘペレケの状態ではセックスはしないですか？まあ、その状態じゃだってあれですからね、うん、相手がいいともなんともないですからね、やりようがないですよね、むしろそのヘペレケに言われたら心配になっちゃいますからね、うん、だから結局その山口氏の事件というのはその立件できるかどうかは別として内情は明らかじゃないですか、はい、でこれはその立件とはまた別にこれってでもねそのいわゆるレイプですよね、まあ、はっきり
できればそうですよね、はい、うん、でそのいわゆるレイプであるっていうことに関して社会的制裁を与えるのが、まあ、メディアの役割ってところなんですけど、ええ、うん、でそれは どうなんですか、日本はこういう方向でよろしいですか。こういう方向でっていうふうな話だと、うん、まあ、いろんなこうあの論点出てると思うんですけど、うんうんうん、まあ、社会的制裁を、ね、加えるにしてもやっぱりそこも、もうちょっとね、この事件に関する情報をちゃんと整理して出さないと、やっぱりこう、まあ、確かにレイプ事件であるし、まあ、山口さんがまあレイプをされたという話になってるんですけども、やっぱりそこで感情に流されて山口バッシングだけしてもしょうがないですし、それでじゃあしおりさんが救われるかってそういう話でもないですし、他のね性犯罪被害者の方が救われるって話でもないと思うんですよ、うん、やっぱり本当にこういう事件があって、でしかも著名な方がその事件 の、まあ、その加害者だということであるからこそ、よりその、うん、ちゃんと情報を整理した上で、まあ、バッシングというよりも、うん、社会的な制裁とか刑事的な制裁を加えていくってことを考えなきゃいけないと思うんですよ、うんうん、でそれだけやっぱりこの話っていうのは冷静になっていかないと、うん、結果的にたとえ山口さんに制裁を加えることができたとしても、うん、その分そのしおりさんを傷つけるとかですね、うん、あらぬこうこうなんか批判に彼女をさらすようなことがあってはいけないと思いますから、うん、その辺はより慎重になるべきだと思いますね、うん、大橋見ながらに勝手に心配して、うん、それが杞憂ならいいなと思ったんですけど全然違いましたね、やっぱりなんか派手、うん、派手だとか、うん、なんかボタンがなんか2つ開いてるであるだとかっていうような、うん、話を随分私自身も 見まして、うん、もうセカンドレイプと言ってもいいんじゃないかしらということで、うん、もうちょっと気分悪くてしばらくツイッター見たくないなっていうぐらいですね、かなりちょっと私はちょっと、うん、起こってましたけれどもね、うんうん、結局その、まあ、レイプにおけるその被害者というものが本来は自分の状況を語らなければいけないというその、まあ、証拠とかですね、いろんな意味で語らなければいけないんだけども、それを語ることがトラウマになったりする中で、ただそのみんなが配慮をしてですね、まあ、出なくていいよとか、まあ、もしくは警察に届けなくていいよとか、そういうところまで含めて抑圧してきたっていうのが現状としてあると思うんですけれども、おっしゃる通りですね、うん、彼女はそれは抑圧されることを良しとしなくて、うん、でその普段通りのだからアドバイスを受けたとおっしゃってませんね、つまりリクルートスーツで臨めと、でも私は普段通りの服装が、つまりリクルートスーツっていうのは印象操作であるし、そんな世間に迎合する必要はないと、うんうん、っていうことで普段の通りのファッションで私らしくということだと思うんですけども、なんかそれを論評するっていうのはその要はショックがあったから、世間にとってあれだけ堂々としたしおりさんを見たショックがあったから、わざとなんか自分を守るためになんかいろんなところに攻撃の矢を飛ばしてしおりさんを攻撃してみたり、まあ、逆に言うとしおりさんをそのかばってる方なんだけれども、これを政治的な問題だけにすり替えてしまったりする人が出てきたっていうのはショックが大きかったせいなんじゃないかと思ってるんですが。やっぱりあそこまで、しかも若くてですね、綺麗な女性がですね、うん、別に綺麗じゃなくてもいいんですけれども、うん、先生堂々と自分の意見を、うん、しかも従来だったら、うん、そんなことはこうあまり言わない方がいいよ、自分のためにもみたいに、うん、今三浦さんおっしゃってくださったような理由でね、うん、表立って話すことを奨励されてなかったようなことを、うん、まあ言ったっていうことで、うん、まあ私みたいな、まあ、フェミニズムとよりと言いますかね、うん、まあ、女性解放ということに関して意識があった人間は多くと当たり前に受け止めることができたんですけれども、うん、まあ、そうじゃない人はまあうん、なんて言うんでしょうね、びっくりしたっていうのが話をすり替えてですね、うん、自分の中に落ちどころを探そうとしているっていうのは確かにあるのかもしれないですね、うん、私としてはこれがね政治の話になっていくっていうのがもう本当に情けなくてですね、うん、なんかねあれおろしの一環だとかですね、民主党がどうしたみたいな後押ししたんだとかですね、もうこんな話ではないのでね、うん、まあ、もちろんそういう要素は、まあ、ないではないかもしれないですけど。